おはー、スマッシュでーす。ヒデチョスでーす。獅子舞。はい、今日は、はい、新しいゲームやっていきたいと思います。そうですね、これね、はい、アップストアで、アプリで見つけたんですよ。なんか面白そうやなと思って。おう。なんか多分ホラー系やと思うんですけど。うん、なんか怖そう。そうそう、まあ無料のアプリで記者の方からやってスクロールしてったら、見つけたんですよ。彼女は最後にそう言った。なんかなんて言ったんやろ、なんかそうです、ね、悲しいゲームなんかな。音楽もなんかちょっと変わ、なんか悲しい感じの音楽やな、うん。じゃあ早速やっていきましょう。彼女は最後にそう言った。じゃあ、Now。Now、ニューゲームです。ニューゲーム。Now ではないです。さあ、祭りの夜にはお面をつけて死者がこの世に戻ってくる。俺は僕の村に住む不思議な言い伝えだ。僕の村、松酔村は都心から3時間半かかる山奥にある。だいぶ田舎。周りを高い山に囲まれていて人口もそんなに多くない時代に取り残された田舎の村だ、うん。村のシンボルは天狗。天狗は山から降りていて死者の送り人をすると言われている、うん。そんな村だからこそ死者が戻ってくるなんていう言い伝えが未だに信仰されているんだろう。なるほど。でも僕はそんな一切全然信じちゃいたかなかった。なんて？そう、あんな手紙が僕のところに届くまでは。これ僕っていうのが主人公なんかな？ですかね。うんうんうん。おう。おう。なんか昔の、ね、なんか、スーファミ、ファミコンぐらいの、2D ドット絵ドラクエみたいな感じですね。慎太郎、いつまで寝てるの？もう夕方よ。彩乃ちゃん。東京に出て学校に通ってる間に生活リズムがおかしくなっちゃってるんじゃない？ん？東京？びっくり。そうそう、あんたに手紙が来てたわよ。あ、珍しいこともあるものね。だいぶ部屋スペース余ってんな。その手紙には消印がなかった。誰からやろう。何の変哲もない茶色の封筒に入った。それは中を見る前から少し不気味だった。封筒を開けると中にはノートの切れ端が一枚だけ入っていた。お祭りの夜、展望台で待ってます。怖い。手紙にはそう書かれていた。そして差出人の名前を見て僕の背中が凍りついた。なんて読むね。ナナミ。サガラ、ナナミ。ああ、女の子やね。終わった。終わってた。ちょっと嬉しい。嘘だ、そんなことあるわけない。だって、野々美は4年前に死んだのだから。ああ、ホラーやな。今夜は村のお祭りの日ね。あんたも少し行ってきたら、きっと同級生にも会えるわよ。うん、うん。テーブルだいぶでかいな。お！この子。移動の仕方。カーソルが現れてその場所へ移動します。物を調べるときもタップをすると移動します。もう、ドラクエですね。行きたいところや調べたいところをどんどんタップしてみましょう。オッケー。コインが見つかるかも。ここは、早いな。だいぶ動き早いな。だいぶ早い。なるほど。あ、画面をタップしたら動くんや。なるほどね。こう、ドラクエもこういう感じだったら、だいぶ画期的やのにな、いちいち。あ、でも何も見つからないですね。何もないの？見つからない。さすがに何かあるんじゃん。お母さん。母さん、すごいドラクエみたいな本は待ったやん。ねえ。今年のお祭りも屋台がいっぱい出るわよ。出てるわよ。そうだ、久しぶりに天狗バナナでも食べてきたら。天狗バナナ。いやらしい。食べたい。あなたが飲むからあれ大好きだったのよ。懐かしいわね。うん。天狗バナナ。新しい情報を得た。テレビも何も。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 花瓶は？その、なんか。何もないっすね。下行くか横行くか。下行きましょう。お。たったたった。たらくえ。祭りの夜にはお面をつけて死者がこの世に戻ってくる。うん、僕の頭の中に村に伝わる不思議な言い伝えが不気味に響き渡っていた。この手紙、これは一体何なんだ？消印がないということはこの手紙は直接うちのポストに。あ、
入れられたことになる。うん。ななみちゃんが。誰が何のために死んだななみの名前まで使って、今夜は村のお祭りの日ね。お祭りの夜、展望台で待ってます。まさか。いや、そんなはずない。悪趣味な誰かのいたずらだ。そう思い込もうとしたけれど、決心のない死んだななみの手紙は僕の心の中を、に暗い影を落とした。この主人公とななみちゃんの関係がどういう関係なんですかね。そうですね。4年前ですもんね。彼女ではないんかな。どうなのね。まあ同級生なのか。片思い。ああ、なのか。うん、主人公がななみちゃんに片思いやったのか、そうですね。彼氏彼女やったのか、まあ、まあ、何かしらあったわけですね。何かあるよね。今夜末のように何かが起こる。そんな気がしていた。それを最後にそう言った。あ、今のオープニングやったんですかね。エピローグ。こっからが始まり。エピローグって言うんですか？プロローグ？エピローグ。エピローグ。村のお祭りか、久しぶりだな。慎太郎が主人公か。そうだ。さっきの手紙のことを忘れないように記憶しておこう。これ慎太郎ですね。慎太郎は記憶の手紙。消しのない手紙、手紙の内容を記憶した。はい。記憶には慎太郎を見たことを聞いたことの情報がまとめられていきます。あ、なるほど。ここで、記憶はここでいつでも読み返すことができます。なんか、ね、記憶、慎太郎顔に棒刺さってんの。記憶は新たな情報を得るためどんどん書き換わっていきます。裏人から聞いた話を忘れてしまったら記憶メニューにきっとチェックしてみましょう。ごめんなさい、滑舌が悪いですが。お、なんか一マーク。人物もここで読み返すことはできる。なるほど。顔を忘れてしまったら人物メニューをチェックしてみましょう。顔も覚えておかなきゃいけないから。なるほどね。でセーブは、あ、いつでもセーブメニュー右下でいつでも行います。はい。ゲームを読むとき必ずセーブしてからアプリを終了してください。はい。さて行くか。行きましょう。セーブ早い。どうなのね。なんか急になんかわーってきてゲームオーバーとかもあるんか。そうそう。途中。実績ってなんなの？どういう20個ストーリーなのか。なんか、あ、金魚すくい。好き好き大好きお好み焼き。そんなんいつあった？ゲームなんかな、これは。緑色の目が。あ、クエストみたいな。クエスト、おー、なるほど。大人の全力かくれんぼ。なんか、いやらしい、ね、ゲームがあるから。いやらしい。裸でするゲームかな。どういう発想？なるほど。じゃあ行きましょう。じゃあ行きましょうか。ポストなんかあるよ。なんか、アイテムが。意外となんもない。ちょっと中持って入っていいですか？こっちの部屋。清志郎出ましたよ。清志郎。おう、慎太郎。東京に行ってる間元気でやったか。お父さんかな。うん。お前が一人前の男になれるようにお父さんはいつでも応援してるぞ。うん。一人前の、何これ。なんか、一人前のってことは何でしょう。ただ、年を取るだけでは一人前の男にはなれん。心構えが大事なんだ。と、父さんはいつも思っているよ。一人前の男はかっこいいものだ。お前も一人前の男になりたいか？これ、文吉ちゃん？それはなりたいでしょう。はい、で一人前の男に。そうか、それなら父さんがお前に男の三か条を伝授してやろう。お父さんは一人前の男、ね、そうっす、やっぱり。お父さん背中を見て育てないといけない。息子としてやっぱり願ってくれてるんで。はい。で、男の三か条聞きますか。聞きたくないですけど、聞きましょう。男の三か条とは、男は壊るべきだという約束事だ。はい。この三か条を全て守れば、お前も立ちどころに男になると。長いなぁ。その1。はい。いつも謙虚であれ。はい。調子に乗るとろくなことがない。はい、しかも、調子に乗ってるときは自分では気づきにくいんだ。はい。うんうん、ということ言う。父さんはそれで何度も痛い目に見たぞ。その2。ネガティブな話題を口にするな。あー、
まあ、ポジティブなね、会話をするっていうね。自分はダメなやつだなんてつい愚痴を言ってしまいがしたが、それを聞かされる方はたまらんぞ。うん、お父さんよく言うこと。ダメな奴は絶対にあるしなし、男はじっと耐えるんだ。うん、いいこと言う。その3、惚れた女は守り抜け。ほう、うん、こいつだって思ったら、女がいたら、血抜きで尽くしてやるもんだ。うん、俺の男の参加状、すべて守れば、すごい男になれるぞ。お前も頑張るよ。頑張ろう。男の参加状もらった。ツイッターでつぶやく。参加状もらいましたね。ほんまや。ツイッターでつぶやきます。できるんかもしれない。まあ、できるんですよね。まあ、できるんですよね。相変わらず相手もない。さあ、進んでいきましょう。はい。あー、なるほど。おバトル始まっちゃう。お、桜庭が来た。桜庭ね。慎太郎。なんだお前、久しぶりだな。こっちに帰ってきてたのか。まあ、東京行ってたからね。中学の同級生の桜庭だよ。懐かしいな。仲良かったのかな。中学校の同級生、桜庭くん。突然なんだけど、実は今同級生みんなで集まろうって言っててさ。あと急な話。ちょうどよかった。お前も来いよ。今から？今から早い早い。おぉ、いっぱいおる。ごめん、遅くなってごめん。なんか同窓会ってもっとなんか居酒屋とかでやってる。しかも人数少ないっすよ、ね。うん、4人だっけ？ 5 人。驚くなよ。こいつ誰だかわかるか？お、気づいてくれた。これ何年ぶりやったっけな。千鶴ちゃん。千鶴ちゃん。この子かわいい。あれ、慎太郎だ。懐かしい。私のこと覚えてる？花屋の娘の、南雲千鶴だよ。すごい名前。南雲。南雲。言っても、慎太郎うちの花屋に花を買いに来ることなかったしね。花屋の娘なんて言ってもあんまり印象ないかな。花屋の娘ってもう憧れっすよね、やっぱり。どういうこと？どういうことかな？こう、やっぱり、ヒロイン的なね。ほら来た。宮子。中脇くん久しぶりに、中学の。中脇くんって。中脇。慎太郎。おう。久しぶりの違う時。学級委員だった雪村宮子よ。いい名前。中脇くんは遠くにいるのね。私も遠くね。聞きたかったな。まあ、中脇くんぐらいなんかな。頭が良かったんかな。うんうんうん。宮子なら東京大学楽勝に入れるよ。宮子ちゃんも頭良かったんかな。うんうんうん、でも、うちおじいちゃんとおばあちゃんしかいないから心配で、やっぱ残ったり。家庭の事情でね。うん、勉強ならどこだってできるから。いい子。すごい自信。いや、怖いつも難しいものとか選んでるもんね。私にはちっともわかんないことが書いてあって、ほんとすごいよ。ありがとう。じゃあ最後、九条くん。九条くん、なんかすごい。お、なんか、ありそう。慎太郎、写真見るな。九条ドキヤだ。クール系。貴様。貴様。今まで一体どうしていた？ここにいる4人はみんな別のここに行っても連絡取ったりたまに会ったりしていたんだ。なのに貴様は電話してもメールを送っても返事は一つもよくなかった。それはダメね。喧嘩なんか返したいと。少し冷たすぎるんじゃないか。それはそうやな。まあでも東京でもうやっぱ忙しいからね、慎太郎は。不良の言うことはもっともだ。まあ、この頃と避けていた。え、ななみちゃんのせいちゃん原因はやはり、あ、相良のことか。図星か。そういうことでしょうか。何があったんやろ。おう、何も言わなくてもわかるよ。貴様は昔からわかりやすいやつだったからな。ちょっと口が悪いかな。お、相良ななみ。ななみは中学3年の夏、卒業を待たずして命を落とした。若い、中学3年。死因は溺死。遺体は水の湖から発見された。争った形跡などなく、事故、殺人、自殺、すべての線で捜査が進められた。しかし、結局、警察はこの事件を事故として処理したのだった。もう、真波の遺体が発見されたのが、村祭りの当日だったことから村人たちは口々に噂した。天狗に連れて行かれたと。ああ、言ってたね最初に。天狗、そんなことあるわけない。あってたまるか。もちろん僕も知ってません。
気にしたくなかった。思い出したくもなかった。もう、ななみはいないなって考えたくもなかった。やっぱりなんか特別な感じやったんだな、ね。高校の頃みんなを避けていたのかも。もう、高校出てすぐ東京に行ったのも全部これが原因だ。忘れるためにね。なるほどね。みんなと会ったり、裏を歩いたりするだけで僕は嫌でも思い出してしまう。うん、だから僕は辛い記憶の時を心の隅に追いやってきた。もう誰にも変えられない正しい記憶から自分の身を守るために。僕は逃げている。僕を苦しめる辛い思い出か。なるほど。あ、そういえばねえねえ、今急に思い出したんだけど、今日、慎太郎の誕生日じゃない？ほう、自分の確か8月14日だったよね。8月14日。ひでちょ、近い。僕11日です。近い。え、そうなのか。おい、どうなんだよ、慎太郎。どうなんだよ。ああ、そうだよ、今日、誕生日だよ。でも、この日に、あの子はいなくなったんですよね。うん。相良さんは。やっぱり、めでたい。おめでとう。おい、マジか、すごいな。しばらく会ってないやつの誕生日ってよく覚えてたな。まさか。お、俺、慎太郎のことは、小学校に入る前から知ってるけど、誕生日なんて覚えてないよ。あれ？えへへ、記憶力には自信あるんだ。あんだけかい。だけかい。変な関係ちゃうんかい。まあ、慎太郎の誕生日は、村祭りと同じ日だから覚えやすいっていうのもあるけど。あ、そうか。俺もそうやって覚えよう。普通そうやって覚えよう。忘れやろ、こいつ。おい、慎太郎。来年の誕生日は確保しとけよ。いやいや、まず今年でしょ。せっかくみんな集まったんだからみんなでお祝いしよう。おう、それもそうだな。慎太郎、今日一緒に飲もうぜ。飲める人たちかな。何歳の設定ね。高校出て、まあそうそう。未成年なんかい。だから、中学出て、高校卒業したぐらい、18とかで、4年が経った。19ぐらいか。なんだよ、酒なんて一言も言ってないじゃないかよ。中にお酒っぽい感じで飲もうぜって言ったじゃない。ダメです、真面目なんかな。うん、チェ、いや、こう、いい子、そういう問題じゃないでしょ。お寺の息子の桜本、僕も日中ですぎるわよ。なんで俺は寺なんかに生まれたんだ。さすが元学級委員。みんな元気変わってないね。じゃあ、みんな、慎太郎、みんなで軽くお祝いしよう。ん？あ、思い出した。あ、行かない。幸せなる展望台で待ってます。思い出した。あれ、慎太郎どうかしたの？怖い顔しちゃった。今の赤文字は怖い。怖いですね。いや、みんながお祝いしてくれるっていう気持ちはすごく嬉しいんだけど、ごめん、遠慮しておくよ。嘘、なんで？来た、苦情。貴様、この後に及んでまだ我々は避けるのか。違う、用事があるんだ。用事？ああ、ちょっと待ち合わせをしてるんだ。待ち合わせ？なんだ、そういうことなら仕方ないね。それなら用事が終わったら戻っておいでよ。みんなでお祝いしてあげるから。わかった、ありがとう。展望台は確か村の北東だったな。北東。北東。なるほど、ね。なるほどね。よいしょ、場所取りの中心で巻き去って、こんな場所で人がいなかったよ。ポツンとありますからね。それは何でもないよ。まず抱けちゃうか。そうっすね。っていうか、人いれんねんいないっすね。あ、これいいえ。北東っすね。北東。ああ、いっぱいある。人を合わせることによってストレスを感じる。これ、どうします？物語を先進めていくか。うん。物語進めていく方がいいんじゃん。そうそう。うん。じゃあもう、サクサクといきますね。サクサクと。サクサク。まあ、文だけをもし出たら読んで。そうそう。あ、びっくりマークある。なんや、これ。オタフクみたいな。なんか横キツネみたいな。この村の盆踊りってちょっと変わってるよね。君はそう思うだろう。なんで？はい。だよな。二人で手を繋いで踊るなんてフォークダンスみたいだもんな。なんだか照れくさいよ。しかもそれを一晩中踊り続けるんだもん。すごいよね。
すごい。それはすごい。慎太郎は、記憶した。ドラゴンボール。記憶しないといけないこと、これは。なるほどね。必要なことなんですかね。お、天狗の社。こっちに行けば、天狗がいるのか。今はこっちに、あ、展望台か。展望台、展望台って東、北東って言ってたよね。こっちですよ、東。下の方だったな。じゃあ、左行って。なるほど。あ、びっくりマーク。びっくりマーク。この村の祭りは、歌方祭りと呼ばれているよ。歌方というのは、水面に浮かぶ泡のように儚く消えやすいもののことだ。一夜だけ戻る死者や一晩だけの祭り。一夜だけ戻る。どちらも儚いものだよな。歌方祭りで記憶しました。はい。しかと記憶した。これが歌方祭り。これが歌方祭り。お、案内板。町、良い村でしたっけ。名前忘れたもん。案内板。どの場所について調べますか。展望台について。はい。こっから北東へまっすぐ。あ、これ上か。北。これ、通れんのか。上通れます。多分通れますよね。遠くの山で見渡せる見晴らせない場所です。あと何があるんだろう。まあ、一旦でも。巌流島。ああ、まあ、結構長そうですね、でも、この。結構あるな。一旦ちょっと展望台進めまーす。はい。お、またびっくりマーク。本女、怖っ。歌方祭りでは死者を迎えるために嫁をつけて村を練り歩くのが伝統なんだよ。なるほど。死者は恥ずかしがりだから、お面をつけて祭りを楽しみに来るって言われている。みんながお面をつけていれば誰が死者かわかんないから、死者も遊びに来やすいだろ。だいぶ攻めた。攻めた祭りですね。シントロお面について記憶した。記憶するこれ。つけてるんやったら、ちょっと、うん、絡みにくい。もうちょい可愛らしいお面あったやん。そうっすね。北東やから北や。またや。お面、狐。歌方祭りの最中には、村の広場に櫓が組まれて一晩中踊り続けるんだ。うん。死んだ人をお迎えする儀式みたいなもんだな。慎太郎は、いろんな櫓について記憶した。うん。これもお面なんかな？ですね。まあでも、おたふくとかひょっとことか。お面だらけなんや、よう考えたら。あ、やぐら。で、まだ北あるんかな？あ、これ展望台ではない。展望台ではないですね。これ東かな？東か。ん？これ。お面をつけて踊るのすごい楽しい。まるで仮面舞踏会みたい。なんや。え？どこ？どこ？櫓の展望台違うかな。なんなんやろ。びっくりマークを探していくんですかね。う、あ、なんかいる。天狗は死者の送り迎えをする。この伝説は知ってるよね。知りません。いいえ。そういう話があるのよ。天狗っていうのは昔から山の神として崇められていたから、人が急にいなくなる神隠し。あれも天狗のせいだって話もあるくらいなの。うん、なるほど。天狗は悪いやつ。天狗はね、悪いやつのイメージがついてきましたね。ただ、展望がないんですよね。これの村？なんで？どこ行くの？どこ行くの？一回下戻って。下戻ります？こっちか。これ右。これか。うん、はあ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 。もっと右行って。うん、うん。ありそう。ああ！おお、今ちょっと。怖っ、ちょっと。ランキゴンバッ人気がない、ね。急に人気が。
音も静かになりましたね。上かな？あ、お、お、天狗！え、え、怖っ。今のは、天狗やん。天狗？おめえやん、どうせ。え？終わりじゃない？おらんくなった。どこ行くんやろ？上んとこかな？違う。さっきの展望台もうちょいなんかあったんじゃ。あ、さらに奥行く。うん。結構早く歩く。この上なんかあるんじゃない？なんもないか。終わる。ああ！今何時やろ？これ12時半かな？11時20分ぐらいじゃん。12時20分じゃないですか。あ、まあ、どっちやろ。まあ、どっちか。あ、誰もいない。歌方祭りの最中になる。え？鎮魂の鐘。音って消えました？いや、流れてるよ。流れます？ほら。鐘が鳴るのは確か0時ちょうどだったな。もうそんな時間か。じゃあやっぱり今11時20分。それから僕は展望台立たずに手紙の主を待ち続けた。うん、怖ない。しかし、展望台には誰一人現れることなく、ただ時間だけが過ぎていった。切ない。怖いし。いたずらやったんかな？夏やから寒くはないんかな？うん。七海の死についてわからないことがある。おう。七海の遺体はなぜ湖から発見されたのだろうか。湖が村の外れにある。何か用事でもなければわざわざ行かない場所だ。おう。あの日七海はなぜ湖に行ったんだろう。そもそも七海は自分で湖に行ったんだろうか。おう。考えれば考えるほど新しい疑問が湧いてくる。僕の家に届いたこの手紙もやはりいたずらだったんだろうか。うん、誰が何のためにこんなことを。たちの悪いたずらや。うん。考えてる考えてる。そろそろ朝日が昇る。え、そんな待つ？だいぶ待ったな。5時間5時間待った。待つ時間かかる時間。結局展望台では誰にも現れず、何一つわからないまま新たな一日が始まろうとしている。僕は展望台から身を乗り出し、改めて景色を眺めてみた。怖いね。田舎の夜は暗い。近くにあるはずの山々も光がないせいで全然見えない。星が綺麗。うん、ああ、そうか。光がないんだ。今の僕には光がない。ん？僕は暗い夜の中にいて。先を照らす光を見つけられないまま辛い記憶や思い出から手探りで逃げ回っているだけだった。七海ちゃんという光がね。そうですね。好きやったんですかね。このままじゃダメだ。お。僕は拳を固く握りしめた。お。知る必要がある。七海の死に取られた僕がここから前に進むためには、七海の死について知る必要がある。まもなく登り始めるだろう朝日を待ちながら僕は強く願った。真実を知りたい。たとえそれがどんなに僕を打ちのめしても、強い！強くなった。慎太郎。頑張れ。文字は最後にそう言った。なんて言ったん？お、セーブしますか。セーブしましょう。はい、セーブします。はい。序章、とりあえずクリア。クリアしましょう。はい。さあ、じゃあ、続いて、もう連続でいきます。はい。目を覚ますと僕は自分の部屋にいた。まあまあ、展望台からどうやって帰ったのか全く覚えていないが、きっとぼんやりしていたんだろう。まあ、朝方まで待っとったらね。うんうんうん、お母さん。慎太郎、いつまで寝てるの？もう夕方よ。夕方？
めちゃめちゃ。すぎやろ。東京に出て、学校に帰ってる間に生活リズムがおかしくなっちゃってるんじゃない？そら怒る。そうそう、あんたに手紙が来てたわよ。また。え？珍しいこともあるものね。また？また。僕は母さんから手紙を受け取り、じっくり見てみた。何の変哲もない茶色の封筒。決心はない。お、今回なんて書いてん？慌てて中身を確認すると中にはノートの切れ端が1枚だけ入っていた。お祭りの夜、展望台で待ってます。え？まさか？どういうこと？タイムリープ？じゃないですか？タイムリープ？どういうと？え？戻ったんじゃないですか？また。最初に。戻った。時間が？時間が。同じだ。同じ手紙がまた届いた。一体どうして？今夜は、ほら、村のお祭りの日ね。タイムリープって何ですか？タイムリープ。時間の逆行、巻き戻り。巻き戻り。過去に戻るってこと？過去に戻る。ほう。あんたも少し行ってきたら、きっと同級生にも会えるわよ。なこの子は何回も同じ日を繰り返してるってこと？なんでかはわかんないですけど、そうですね。でも、母さん今なんて言った？え？だから今夜は村のお祭りの日ねって。祭りは昨日だったでしょ？うん。何言ってるの？東京に行ってる間にお祭りの日も忘れちゃったの？慎太郎くんだけは、その昨日の記憶が残って、そうですね。その過去に戻ってるけど、お母さんらは、今日っていう日は初めて来てるっていうこと？そうじゃないですか？うんうん。だったらなおさら行ってきたらいいわ。久しぶりの村祭りきっと楽しいわよ。あ、そうそう、慎太郎誕生日おめでとう。何回目になるね。あんたも、これ昨日言ってなかった。あんたももう19歳になるのね。時間が経つには早いものね。お母さん困っちゃう。え、これは昨日は言ってなかった。言ってなかったですね、これ。じゃあ新しいセリフ。新しいセリフ。増えてるってこと？ねえ。母さん、今日は何日なの？え、あんた自分の誕生日忘れてるの？さすがにそれはどうかと思うわよ。8月14日。え？今日は8月15日だよね。え？ 14日。ああ、14日。だから、日が進んでない。どういうことだ？村祭りの日も自分の誕生日忘れちゃうなんて。あんた疲れてるのよ。どうせ一人暮らししてる間いいもの食べてないんでしょ？ダメよ、ちゃんと食べないと。まあまあ、お母さんからしたらね、心配っすわね。うん、お祭りには出店も出てるから、そこで何か食べるといいわ。気分転換に楽しんでらっしゃい。おう。ほう。8月14日の次の日はまたも8月14日だった。僕は自分の身に何が起こったのか分からず、しばし呆然としていた。そう、そうなるわ。8月14日は繰り返している。一体なぜ？今夜は村のお祭りの日ね。これは死者を呼び寄せるという歌方祭りの不思議な力なのか。お祭りになる展望台で待ってます。昨日待ってたよな。それとも死んだ七海が僕に何かを伝えようとしているのか。何やろう。調べよ、七海のことを。真実に少しでも近づくために。七海の遺体を最初に見つけたのは一体誰だったんだろう。七海の家族に話を聞いてみるのがいいかもしれない。うん、僕の2回目の8月14日が始まった。ほう。ほう。ほうほうほう。なるほど。本当にまた祭りをやってる。一体なぜ？ほら、ループしてる時間を記憶した。うんうん、お願いと、サブイベント？祭りの最中に様々な人からお祭り、お願い事をされることがあります。うん、何かお願い事をされているとき、時間がループしてしまうと、お願い事をされる前の状態に戻ってしまいます。ご注意ください。ああ、なるほどね。なるほど。一個一個クリアしてから、いや、進めなかった。で、実績も、貯めていく。うん、うん。クリアしていく。記憶されたイベントは、慎太郎の記憶は時間がループしても消えないので、うん、お願い事を引くときは、時間がループする前にクリアしてしまいましょう。なるほど。お願い事は一つもクリアしなくてもエンディングを迎えられます。なるほど。じゃあクリアしないです。はい。はい。七海の家は、
村の南の方だったな。行ってみよう。南。南。下っすね。お、また来た。この下り来たね。同じ下りっすね。なんだよ、お前。久しぶりだな。こっちに帰ってきたのか。あ、そうか、忘れてた。個室の再会も繰り返すのか。これだよ。中学の同級生の桜庭だよ。知ってる？さっき見たから。突然なんだけど、実は今同級生みんなで集まろうって言っててさ、ちょうどよかった。お前も来いよ。え、ちょっと。このパターン。このパターンですね。おー、みんな遅くなってごめん。それよりみんな驚くなよ。こいつ誰だかわかるか？あ、録画しちゃった映画館を何度も見てるような気分だった。今現状、その後、僕の目の前で、ついさっき見たみんなの自己紹介と全く同じ自己紹介がもう一度繰り広げられた。うん。あ、よかった。そういえば、みんなは気づいていないのか。8月14日が繰り返していることを。慎太郎だけなんですかね。僕だけ。ってことやろな。繰り返してるのは僕だけなのか。わからないことだらけだ。ひとまず今は斜めの家に行ってみよう。うん。そうですね。斜めの家に行こう。こんなこと相談もできんしね。そうっすね。変なやつ。バカにされるっすね、絶対。おぉ、これかな？中学校。これが斜めの家かな？なんか、すごい。豪邸。豪邸っすね。おぉ、斜めの家や。おぉ。お母さんかな？暦。あら、もしかして慎太郎くん？本当に久しぶりね。おばさんのこと覚えてる？七海のお母さんよ。そういえば慎太郎くんは今東京で一人暮らし、東京で暮らしてるんだってね。都会での生活はいろいろ大変なこともあると思うけど、くじけないで頑張って。今日はわざわざ来てくれてありがとうね。七海もきっと喜んでるわ。あ、おう。七海が死んだ日何をしていた？どうしましょう。警察みたいな。七海に最後に会ったのはいつ？上から。4年前の8月13日の朝。ちゃんと覚えてんだよ。家族みんなで朝ごはんを食べて、それが最後だったわ。聞くな。悲しくなる。何をしていたの？あの日はね、朝から炊き出しを作っていたわ。喜多方祭りの準備は村中みんなでやるでしょ？だから村の女は集まって村の人たちのご飯を作るのよ。おにぎりとか豚汁とかね。炊き出しは昼食、夕食、夜食の3食分作ったわ。夜食の炊き出しを作り終えて家に帰ってきたら、家ではお父さんが出てたの。うん、その時ここから2階の七海と周一にも声をかけたんだけど、夜中だったから返事がなくて2人とももう寝てるんだと思っておばさんも眠ったのよ。うん、そしたらあんなことになって、でその時にはいなかったのかね。兄弟がいるね。まあそうですね。弟なのか。うん。波の真実と思う。うん。あの日、あの子がどうして湖で見つかったのか、未だに、わからない。うん、わからない。警察の人は、誤って湖に転落したって言っていたけれど、あの子はなぜ湖に行ったのか。本当に誤って転落したのか。私たち家族も波について本当のことを知りたいと思っているわ。今日はお祭りの夜でしょ？波が死んじゃったのもお祭りの日だった。だから今日なら何か不思議なことが起こって真相がわかるかもしれない、うん、もし慎太郎くんが本当のことを知ることができたらぜひ私たちにも教えてね。もちろん。そうですね。それはまだ傷は癒えてない。4年前でしょうね。ああ、お父さん、怖そうなお父さん。怒られんちゃう、こんな時。影勝つ。君はそうか、七海の同級生。七海の命日にわざわざ訪ねてきてくれたんだね。ありがとう。私は、佐原景勝、七海の父だよ。何か聞きたいことがあるのかい？同じことを聞きましょう。聞いていきましょう。最後に会ったのは、4年前の8月13日朝だね。うん。遺体で見つかったのが8月14日の朝だったから。うん。慎太郎の誕生日です。で、私が最後に会ったのは、その前日の朝だ。うん、一緒に朝食を食べたよ。まさかあれが最後になるなんて思っていなかった。残念だよ。うん、悲しい。じゃあ何してました？私は、七海と最後に会ってからすぐ、歌方祭りの準備に出かけたよ。君は知ってるだろうが、村を挙げての大きな祭りだから準備も夜通しやっているんだ。
櫓を組んだり、出店の用意をしたりしているうちに22時を過ぎていた。家に帰ってきたのは23時前だったかな。祭りの準備で疲れて切っていたからすぐに寝てしまって、翌朝、ナナミの遺体が見つかったと言われて目を覚ましたんだよ。うん。寝てる間にね、悲しいことが起こったの。あ、まあ、お母さん、お父さんの言い分は、そうですね。ナナミの遺体を見つけたのは誰？ここっすね、うん。遺体を見つけたのは、村人の誰かだったと聞いている。誰か。この村には警察署も消防署もなくて、駐在さんが一人だけだから、あの時は県警からたくさんの刑事さんが来て捜査を進めていた、うん。見たこともないくらいたくさんのパトカーが止まっていてね、村中大騒ぎだったよ。その時刑事さんに遺体を見つけた人は誰なのか聞いたんだが、具体的には誰なのか教えてもらえなかったんだ。なんで？ああ。個人情報。両親にも、でも、両親にも教えてくれないですか？結局事故として処理されてしまったけど、殺人の線もあったからね。肉親とはいえ、私も、あ、容疑者の一人だった、ということなんだろう。なるほど、ね。捜査のことに関しては、村の駐在さんが詳しいんじゃないかな。あ、行こう。教えてもらえるかわからないが、話を聞いてみるといいかもしれないよ。うん、駐在さん。確か駐在所は村の真ん中にあったな。屋台がたくさん並んでるあたりだ。ほうほう。はあはあ。よし、行ってみよう。なるほど。ないです。ありがとうございます。なるほどね。ちょっと一旦2階行ってみていいですか。でも実際警察ってそういうの教えてくれ。お、なんか変なのある。弟かな？こっち？こっちはただの。え？あ、周一、すまないが、ななみの、怒られた。こっちがななみの机や。ななみの机触らないでくれ。そこはななみがいなくなってから誰も触れないようにしてるんだ。少しでも七海がいたままの状態で残しておきたいんだ。悲しい。お兄ちゃん。弟？あ、お兄ちゃん。お兄ちゃん。七海の同級生。か、俺は周一、七海の兄だ。俺に何か用があるのか？はぁはぁはぁ。まあまあ、聞いていきましょう。4年前の8月13日、父さんや母さんと一緒に家族4人で朝飯を食べた。七海はその後すぐ出かけたし、俺もその日は用事があった。それっきりだよ。悲しい。湖のほとりになる巌流島っていうラーメン屋知ってるだろ。ラーメン屋。そこの店長が歌方祭りの日はすごく忙しくなるというから、仕込みを手伝いに行ってた。うん、なるほど。死んだ日に巌流島のラーメン屋で手伝いに行ってた。で、七海とは普段どんな会話をしますか？どんなって別に普通だよ。仲が悪いわけでもなかったし、ナナミとは部屋も同じだからな。同級生の話もよく聞いてた。ナナミは同級生と一緒にいるのがすごく楽しかったみたいだからね。だから君のことも知ってるよ。慎太郎くんだろ？気になる。それから桜庭くん、九条くん、宮子さん、千鶴さん、さっきのいつものメンバー、6人で遊んでたのかな。みんなナナミから話を聞いて知ってるよ。なんて言われてたんや、うん。気になるよ。ねえ。そこも、徐々に明らかになっていくんですかね。駐在所に行ってみましょうか。駐在さん。駐在さん。こっちかな？ここかな？この光ってるところ。うんうんうん。おった。小柳さん。はい、どうもー。こんにちはー。はい、どうも。で、町酔い村で、駐在をやらせてもらってます。小柳と申します。テンション高い。テンション高いですね。お祭りはいいですね。今日はとっても楽しい日になりそうです。あ、聞いてみましょう。4年前の事件について。覚えてますか？え、4年前 ?4 年前に事件があったんですか？どこで？この村でですか？ん？え？僕は今年、警察学校を卒業してこの村に来たばかりなので、4年前のことは知らないんですよ。はぁ、はあ。僕の前にいた。前任の駐在さんも引き継ぎの時事件のことは何も言ってなかったですね。え、怪しい。前任の駐在さんって、うん、どこ行ったの？玄安さん。この村で30年ぐらいずっと駐在を務めていたらしいです。うん。定年かな？余生はこの村で過ごしたいとか、駐在を引退されてからも町の村に住んでるはずです。ああ、よかった。
玄庵さんの家、教えてください。玄関の脇にだるまが2個置いてあるお家ですよ。だるまが2個。だるまが2個。センス。あ、それと玄庵さんはすごく忍者がお好きなんです。お玄関で合言葉を言わないと家に入れてくれないので合言葉を覚えていってください。もう、何でしょう。覚えましょう。合言葉はひらがなで、帰る明日です。帰る明日。帰る明日。覚えた。はい、玄庵さんが松酔いと言ったら帰る明日と答えてください。うん、はい、かしこまりました。松酔い、帰る明日、うん。覚えました。覚えました。記憶にもあるでしょう。で、だるま2個の家。ん？それ記憶してないんかい？あ、わかった、うん。帰る明日。帰る明日。だるまを探しましょう。上、はい、上行きます？一旦。なんかあるかな。なるほど。ここで寝泊まりしてるんですね。なるほど。だるまの家を探さないと。玄庵さんの家出てこないですかね。ないんちゃう？ないですよ。九条家の屋敷とかありますよ。金持ちなんかな、九条くん。屋敷や。お、行くよ。誰かおる。クリマークが、あれですかね、クエストですかね。ああ、一旦スルーする？一旦スルーしましょうか。ああ、湖や。怖いですね。一旦ちょっとそこも。どこら辺だ？何家だ？花屋さん。違うな。違うな。この病院かな？なんか直そう。あ。お、おっと、おっと、さあ、さあ、合言葉を、松酔い、帰る明日、完了、はい、はい、帰る明日、よし、通れ、オッケー、覚えてますよ、しっかりと、めっちゃ怖い、部屋の家、よし、通れ。忍者屋敷の壁にはスルリと抜けるロマンがあり、玄庵。なるほど。これは絶対どっかに何かある。どっかに、あ、な、この、ここ怪しいですね。これも、これどうしよう。この。絶対そのままポンって押したら出るんじゃん。そうですね。なんか指させないですもんね、これ。ここが怪しいですね。ここ。ありますね。入る。ポン。あれ？その上が何か。おお、入れた。おぉ。おった。玄庵おった。玄庵。よく来たね。わしが玄庵じゃ。4年前の事件について聞きます。はい。4年前、湖から女生徒の遺体が見つかったあの事件じゃな。覚えてる。忘れませんよ。よく覚えとる。謎が多い事件じゃったからな。とはいえ、主な捜査は、県警の刑事がやっとったから、詳しいことはわからん。わしがわかるのは、被害者の死亡推定時刻と、第一発見者。おぉ。教えてください。死亡推定時刻。被害者、神楽七海が死亡したのは8月13日の夜。うん。うん、死亡推定時刻は、だいたい20時から23時の間。おみんなアリバイがない。それが警察の見解じゃった。ああ。じゃあ、第一発見者。誰でしょう。遺体が発見されたのは8月4日の早朝。うん、第一発見者は、おう、湖のほとりにあるラーメン屋、巌流島の店長じゃ。おう。遺体発見時の状況を詳しく聞きたいのなら、巌流島を訪ねてみるといい。え、お兄ちゃんが、手伝ってたラーメン屋さんね。ってことね。はあ。なんかいろいろと。4年の、合言葉合言葉は、松酔い帰らしたのことだね。あ、うん、なるほど。これはわしの好きな和歌の一節なんだよ。昔ある歌人がこんな質問を受けた。愛しい人の訪れを待っている夜と、愛しい人が帰っていく朝では、どちらが切ないと思いますか？どっちやろ。
そう聞かれた歌人はこんな和歌を詠んだんじゃ。待つ宵の明けゆく鐘の声聞けば、帰る明日の鳥は、ものかは。どういうこと？愛しい人を待って、夜が更けていく中、鐘の音がしみじみと響く切なさに比べると、朝の別れの時に聞こえる鳥の声など大した悲しさではない。恋人を待つ酔いの方が辛い。これはそういう意味の和歌なんだよ。帰っていく方が辛いと思うけどね。まあ、いっか。じゃあ、巌流しますね、一旦。そうか、それじゃあ少しだけじじいの戯言ごとに付き合ってくれんか。なんでしょう。わしは随分前にばあさんを亡くしてな。お今宵は祭りの夜じゃろ。もしかしたらばあさんが戻ってきて、この村に来てやしないかと。おう。淡い期待をしとるんじゃ、やっぱり一人は寂しいものな。だから君のような若者が訪ねてきてくれて嬉しかったよ。ありがとうな。どうして今になって4年も前の事件を調べているのかわからんが、君の望むものが見つかることを祈っておるよ。うん。まあ、とりあえず寂しくね、暮らしてる方ですよね、玄庵さん。ありがとうございます。で、次が、巌流しますね。金の音、もう0時か。え？はぁ、あ、はぁはぁ。どうなの？展望台に行ってないけど。そうですね。昨日は、昨日っていうか、まあ、前の人が、2回目は展望台で待ってたんですね。じゃあ、とりあえず展望台に行かずに、巌流島？ラーメン屋さんに行きましょう。はい。巌流島はどこにあるの？九条家の方かな。巌流島って湖の方にあるかな。あ、湖の方かな。ちゃうかったっけ。ちゃうかな。え、怖い。一回上登ってみる。怖くなってきましたね。ちょっと。あ、巌流島や。ほんまや。すげえ。激山と激辛の二刀流。どっちや。激山のラーメンは嫌やな。ラーメン屋、巌流島は階段を登ってまっすぐ。すごいとこにありますね。誰やこれ。すごい色の人が。一旦ちょっと中入ってみましょうか。うん。店主かな。なんかもう、侍。武蔵。名前もね。いらっしゃい。湖の外に頼むラーメン屋、巌流島へようこそ。聞いてみましょう。4年前の事件について教えてください。はい。4年前の事件。あ、ななみちゃんのか。あれはびっくりしたよ。祭りの当日、朝起きて外に出てみたら、湖の鳥にななみちゃんが倒れてたんだよ。うわ、第一発見者。顔は真っ青で抱き起こしてみたんだけども、息はなくて。うん。すぐ人を呼んで応急処置やら何やらやったんだけど、ななみちゃんは結局、今思い出しても本当に辛い事件だった。ああ、辛いな。確かに。だいたいなんでななみちゃんが死ななきゃなんなかったんだよ。まだ中学生だったのに。うん。納得いかないよな。警察の人も言ってたけど、どう考えても不自然なんだよ。お兄ちゃん。お兄ちゃんについて聞いてみます。ななみの兄？ああ、周一のことだな。周一はうちでアルバイトをしてるんだよ。よく働くいいやつだ。今日は周一は休みだが、昨日は夜までバッチリ働いてくれたぜ。周一は毎年祭りの前の日は遅い時間まで手伝ってくれるから助かるよ。うん、ああ、まあ不自然な死に方について聞いてみましょう。はい。ナナミちゃんは私服で倒れてたんだ。うん。ただカバンとか何も持ってなかったけど手ぶらだったんだ。おお。警察の人が詳しく調べたらポケットの中身とかも空っぽだったらしいんだよな。何も持ってなかった。うん、怪しいかな。財布とかもなかったから物取りの犯行じゃないかなんて言われたりもしてたんだけど、結局警察は事故だって言うんだよな。なんだよ、それ、おかしいだろ。うん。怪しい。うん。確かに。なんか、お兄ちゃん怪しくなってったけどな。おー、まあまあまあ、そうっすね。アルバイトは夜遅くまでやってたやろ。そうっすね。で、お兄ちゃんアルバイトないっすもんね。でもまあ、亡くなったら20時から23時の間って言ってたかね。でも、その時2人で一緒にいたんじゃないですか。働いてたって。働いてたって。うん。じゃないで
まあ夜遅くがどれぐらいの話なんかな。まあまあそうですね。まあまたラーメン食いに来ます。はい。激山で。激山で。激山で。じゃあ。これ次どこ行くか。そうやね。なくなったね。展望台行ってみる ?12 時。あー、なるほど。じゃあまた1からに戻るんかもしれん。お、え?お、なにこれ。もしかして、慎太郎くんじゃありませんか?違います。人違いです。やっぱり慎太郎くんですね。誰や?怖いな。覚えていますか?中学の時の担任のミクリアです。すごいな、ミクリアさん。覚えてます。お久しぶりです。ほんまに覚えてる?え、本当に久しぶりですね。中学の卒業式以来でしょうか。じゃあ4年ぶりかな。あれから、待ち酔い、中に行くことな、にもなくなって寂しかったところですよ。うん。僕たちが通っていた松井中学校という学校は、村の少子化で生徒の数が減り、僕たちが卒業すると同時に廃校になってしまった。まあ、ああ、なるほどね。人が少なかったよね。だから、6人で仲良かったんですかね。なるほど。全校生徒が数人しかいなかったんだから仕方ないといえば仕方がない。だけど、母校がなくなるというのはなんだか心に穴が開いたような物悲しい気分になるものだった。うん、先生はここで何をしていたんですか?ちょっとね、考え事をしていたんです。この場所で?こんな柵のない場所で?ねえ、怪しい。飛び降りる?今日は祭りの夜ですが、なんだか騒ぐ気分になれなくて、先生も思い出している。うん。今日は、ななみくんの命日でもありますからね。ここっすよね、湖って。うん。ななみくんは卒業を待たずして、この湖で冷たくなって発見された。うん。いやー、思い出したくない。一体彼女はどんな気持ちだったのでしょう。彼女は最後に何を考え、何を思っていたのでしょう。私はそれが知りたくて、彼女が命を落としたここで一人、物思いにふけっていたんです。いい人です。慎太郎くん、今のあなたの顔、とてもじゃないが、祭りを楽しんでるようには見えません。鋭い先生。あなたも私と同じ気持ちなのではないですか?うん、お察しの通り。はい、僕もそれが知りたくて、今いろいろ調べています。やはりそうですか。そういうことなら私も協力しましょう。お一緒に、先生ありがとうございます。うん。あ、じゃあ4年前の事件について教えてください、先生。先生疑います。疑いましょう。申し訳ないです。一応疑いますよ。まあ、そうですね。私は事件についてほとんど知らないのです。なぜ?だからこそ知りたいと思っているんですが、この事件は謎ばかりです。うん。先生は当日何してたんですか?最後に会ったのはいつ?はい。はい。七海くんに最後に会ったのは、夏期講習の時でした。うん。4年前の8月13日に、みんなでやった夏期講習。ななみくんに会ったのはその時が最後です。おはあ、夏期講習 ?4 年前はあなたたちが高校受験を控えていたから、松酔い中で夏期講習をやったでしょ慎太郎くん、あなたもちゃんと来ていましたよ。おうん、覚えていませんか思い出した。あ、もう覚えてないかい。覚えてないかい。8月13日の事件あった日やで。慎太郎くん、一つ言いたいことがあるんですが、言ってもいいですか?はい。はい。何でしょう?今の慎太郎くんにとって少し辛い話になるかもしれませんから、ほう。覚悟できたら教えてください。そうしたら話します。めっちゃ。これ、覚悟できました?はい、もう、できてますよ。できてますよ。慎太郎。言いますね。はい。今の慎太郎くんはどうやら不安定な精神状態で揺れていてるようです。うん、4年前の夏期講習に来ていたことを覚えていたのはきっと、覚えていないのはきっと、学校で起こったことを思い出すと連鎖的に七海くんのことも思い出してしまうからです。ああ、なるほどね。ああ、なるほど。辛いから忘れてる、うん。もう心を閉じてるわけですね。七海くんの死は慎太郎くんの心に深い傷をつけた。ななみくんのことを思い出すたび、心に大きな負担がかかってしまう。ほう。
だから慎太郎くんは、ななみくんとのたくさんの思い出を忘れることで自分を守っている。防衛本能がね。ああ、そういう状態です。うん、あなたがななみくんの死の真相を知りたいと思っている気持ちはとてもよくわかりますし、うん、あなたが眠らせている記憶を呼び覚ますことで真相に大きく近づけるのは間違いありません。うん、しかし、けれどそれは、自分で自分の傷をえぐるような本当に辛いことだと思います。お辛い、確かに。慎太郎くん。それでも記憶を呼び覚まし、ななみくんの死の真相を探り出したいと思いますか？はい、もちろん。当然です。ね、そうですか。慎太郎くん、あなたの覚悟は本物ですね。それなら何か思い出せるかもしれません。学校へ行ってみてはいかがですか？記憶をたどりましょう。廃校になった松屋中学へ行きましょう。校舎には鍵がかかっていますが、ダイヤル式の南京錠なので、正しい番号をセットすれば開きます。教えてください。教えてください。3928。作庭です。よく覚えておいてください。はい。作庭。作庭。作庭。3928。よし。まあ、記憶するんですね。結局ね。そろそろ朝になりますね。祭りも終わりです。一日過ぎるんちゃう？ほんまや。今日は会えてよかった。あなたの成長は間近に見られて嬉しかったですよ。あんたになれ誰も解けなかった真相が解き明かせるかもしれません。はい。頑張ってください。幸運を祈ります。ありがとうございます。ありがとうございます。あ！記憶が。え？の。ああ。元駐在の玄安さんの話によると、ななみが死んだのは8月13日の20時から23時の間。うん。うん、巌流島の武蔵さんがななみの遺体を発見したのは、8月14日の朝。うん。ほう。事件は8月13日に起きていた。うん。うん。20時から23時。そして問題の8月13日、僕はどうやら、ななみに会っているらしかった。夏期講習でね。夏期講習で。記憶をもう、ね。閉ざしてる。閉ざしてる。いや、僕だけではない。松代中学校で夏期講習をやっていたのなら、みんなも、そこにみんなもいたはずだ。うん。うん、確かに。桜庭や千鶴や宮子や九条も七海に会っていたはずだ、うん、あの時僕たちは何を話した？七海はどうしていた？みんなは何も覚えていないのか？おう、4年前の8月13日の七海の足取りを知るために僕は学校へ行くことを決意した。そして朝日が昇る頃、さあ僕の意識は再び遠のいていった。またまさか家のベッドで最後にそう言った。セーブしましょう。はい。下のとこにする？じゃあ、2で。2。はい。はい。おー、第2章クリア。第2章クリア。これ、気になるとこですね。まあ、これでまた、多分、まあ、第3章は、まあ、また13日。13日は朝になってお母さんに起こされる。でしょうね、おそらく。そうですね。で、そっから次は、うん、まあ、まあ、学校に行くんですね。で、まあ、ななみの、うん、まあ、何か形跡を、そうですね、痕跡を探るっていう感じ。探ったり、あとはまあ、同級生に会って喋ったりとかするんですかね。まあ、その後、展開がどうなるかっていうのは、そうですね、まあ、お楽しみ。お楽しみ。まあ、結構続き気になるね。これ最終どうなるかが全然まだ読めへん。そうですね。ちょっとハマっていきますね、これね。うん、なんか面白そう。うん、じゃあぜひまた次回も見てください。はい。チャンネル登録、高評価。はい。お願いします。お願いします。ではではまた。バイ。バイ。